こんばんばは、BE:FIRST の,のプレデビュー1周年おめでとうございます。もう本当に楽しい1年を一緒に過ごさせてもらえて、いや一言で言うと感謝しかないですね。はい、そんな BE:FIRST ですが、えー、ラジオに怒涛の出演をしてくれていましたので、今日はそちらのまとめと感想をお伝えしたいと思います。 これからラジコなどで聞く予定のある方は先にそちらを聞いていただいた方がネタバレも含みますのでいいかなと思います。よろしくお願いします。まず9時台にりょうきがラジオ出演をしてくれています。りょうきはこの1本のみの出演です。パーソナリティの方からグループで活動するようになって何か意識とか変わりましたかっていうような話を 聞かれた時に、本当に子で動くのとは全然違いますよねっていう話をしてくれていて、えー、本当に家族と同じぐらいそれ以上濃密に一緒にいる時間の長いメンバーがいるというのが本当に意識が変わりましたっていうような話をしてくれていました。 あとフェスをたくさん経験して、まあ、自信とともに次のツアーへのモチベーションになったなっていうふうにも感じていますと言ってくれていて、まあ、すごくツアーを楽しみにしてくれているんだな気合が入っているんだなっていうのもお話から伝わってきましたでアルバムに関してはスカイハイさんに歌詞のアドバイスをもらいながら曲作りもしましたっていうようなことを話してくれていてでアドバイスが 歌詞は直接的に書きすぎずに想像をかきたてるようなものがいいというアドバイスをもらって BE:FIRST もそういうものが好きなのでそういった歌詞を意識して書きましたということを話してくれていましたこの話を聞いてすごく分かるなって思って BE:FIRST の曲も s k y ハ h i さんの曲もそうなんですけどもきっと ご自身の自分の経験とかから書いているんだろうなって歌詞から伝わるんですけど自分ごとのようにも感じられるというかその曲を聴いて普通の主婦の私も今日一日頑張ろうって思えるっていう曲っていうのはそういう歌詞が秘訣になってたりもするのかなってこの話を聞いて思いました。で涼気は、まあ、朝すごく 早いのにも少しずつ慣れてきたんですけど今日はリモート出演だったのであの久しぶりにちょっとギリギリまで寝、ね、させてもらいましたっていうような話もしていて、まあ、映画の公開も控えてものすごく忙しいスケジュールだったんじゃないかなっていうのが、まあ、追っかけ情報局員をしていても,もう本当に感じるので。 ああ今日はちょっとゆっくり寝れたのかなよかったなあっていうふうに話を聞いていて思ってしまいました。はい。あの、映画の、まあ、新しいそういう芝居の世界で、まあ、たくさんの出会いがあって本当にそれは宝物ですっていうような話をしていたのも印象的でした。はい。で、10時代、1時代にはレオが2本ラジオに出演してくれました。 自宅からのリモート出演ということで眼鏡、新しく作った黒縁の眼鏡でオフスタイルだよっていうのをパーソナリティの方があの、ズーム越しにパーソナリティの方は見られたということでお話ししてくださっていて、いや、そのオフスタイルの例をぜひ、一目って思いながら聞いてました。で 最近すごく変わったこと、成長したこと、どんなことがありますかっていうふうに聞かれていて、意外だったんですけども、ニュースなどで世界で今何が起こっているのかを学ぶようになったっていうふうにおっしゃっていて、あ言っていて、そのうん、そういうものをきちんと理解して、アンテナを立てて言葉を選ぶようにしていますっていうようなことを話していて、 歌とかダンスのことじゃなかったことにちょっとびっくりしたんですけども、いやそういうところも心がけているんだっていうところがすごく、うん、びっくりしました。で、心境最近変化ありますかって聞かれて、一回ちゃんと身長はっていうのを、すいません、これはもう決まりの小ボケでみたいな感じでお話ししてて、いや、もうなんか、 ベスティが喜ぶところを分かってくれてるっていうのですごく嬉しかったです。あとはですね、1本目も2本目も必ず毎回そのライブとかフェスの話をするときに今回来られない方もいらっしゃると思うんですけどいつかきっと会えると思うのでっていうような話を必ずしてくれてていやその節々にレオの優しさを感じました。 で11時代、12時代には、ソうタがラジオに出演を2本しています。12時代は、ソうタとシュントが、えー、2人で、唯一これが2人での出演なんですが、していまして、まず11時代のソうタだけのラジオなんですけれども、あの、5歳のお子さんからのメッセージが来てまして、それをパーソナリティの方が読んだときに、かわいいって、 言ってて、そのソータが可愛かったです。はい。で、その子が小学生のダンス上手くなりたいけど、どうしたらいいでしょうっていう相談をしていてで、ソータは、あの、憧れの人を作るといいよっていうふうにアドバイスをしていました。で、この、憧れの人を作って、 その真似をしていくような、そういう練習っていうのが小学生はいいんじゃないかなっていうふうに、すごく具体的にアドバイスをしてくれていたのが印象的でした。あとは、あの、アーティストとしてステージに立つのが不安から嬉しい、楽しいに変化してきたっていうのを自分の変化として話していて、なんかそれはステージからもすごく伝わってくるなと思って嬉しかったです。で、12時代は、 ソうとシュンとがこちらのみ、えー、リモートではなく生出演でお話をしてくれていました。でこの回はですね、あのー、初ラジオ出演の音声の蔵、まあ、出しみたいな感じで、その時のラジオの音声をまた放送してくれまして、こちらの番組がビーファースト初めてのラジオ出演だったということで、 その時の音声あるんですよって言って流してくれたんですけど、そうだが、もうやばいやばいやばい、恥ずかしいってすごい言っていて、もうでもなんか、全然やっぱりこう緊張してるのも伝わってきましたし、うん、すごく懐かしかったです。私もこれ聞いたので、いやーなんか懐かしいなっていうふうに思いました。で、こちらのラジオは JWave の ステップワンというラジオで、まあ、J-Wave、あの、日頃から通っているからなのか、場所が慣れているからなのか、まあ、すごく二人ともリラックスしている感じもあって、で、あと、すごく聞いてて嬉しかったのが、まあ、まだやっていないことで挑戦したいことはありますかっていう質問の時に、シュンともこちら出てたんですが、シュンとはこれまでにやったことのない、チャレンジしていない、えー、演技、演じることをやってみたい。 言っていて、まあ、それもすごい見てみたいなって思ったんですけどソータは一周回ってもう一度ダンサーとして自分を表現してみたいっていうふうに言ってたんですねいやー胸熱だなと思ってこれもぜひ見たいなって思いましたダンサーとして振りを作ってみたり、まあ、うそういうこう表現をしてみたい。 っていうふうに言っていたのがすごく素敵だなって思いました。そこから2時代、3時代は、シュントがラジオに立て続けに2本出演しています。なので、シュントは3本ラジオに出演をしてくれました。で2時代のラジオでは、1人ずつ、 あの、メンバーを紹介してください。どんなメンバーか紹介してくださいっていうふうに言われていて、えー、っとって言いながら、あの、一人ずつ本当にパフォーマンスの特徴を紹介してくれていたんですけれども、じゃあ自分の紹介をしてくださいって言われたときに、そうですね、食べるのが大好きですって言っていて、 急に可愛くなりましたねってパーソナリティの方にも言われてたんですけど、もうちょっと思わず笑ってしまいました。はい。で、あの、ロッキンで憧れのアーティストに会えたっていう話もしてくれていて、えロッキンで憧れのアーティスト、ウーバーワールドの拓也さんに CD を渡してきました。この曲があったから音楽を続けられたっていう曲があったので、まあ、あの、CD を 今回は渡して、渡すことができましたっていう話を、シュントから直に今回聞くことができて、ツイッターなどでもそういった情報は目にしていたんですけれども、直接本人から聞くことができて、すごく胸熱で、うん、嬉しかったです。3時台、えー、こちらもシュントが出演しているんですが、 多分このパーソナリティの方はすごくなんかベスティーですよね。すごく熱いものを感じました。b ーファーストすごく好きなんだろうなっていうのが伝わってきて聞いてて同じベスティーとして嬉しかったです。はい。で、シュントのことをステージですごく楽しそうにパフォーマンスしているのが印象的だよねって言ってくれていて、それは私も本当にすごくそう感じるので、 シュントがそうなんです。やっぱり自分が楽しむことが大事だと思ってて、それはすごく大切にしてますっていう話をしてくれていたのが印象的でした。4時代、それから6時代には、マナトが2本ラジオに出演をしてくれました。で、このマナトなんですけれども、ソータも小学生、 出てきて、ソうタのこと大好きです。ダンス上手くなるにはどうしたらいいですかっていう質問をしてたと思うんですけど、マナトにも小学4年生がマナト大好きですっていうコメントをくれていて、で、同じようにダンス上手くなるにはどうしたらいいですかっていうようなことを聞いてくれてたんですね。で、もうその小学生がマナト大好きですっていうコメントを あの、パーソナリティの方が話しているときには、なんか、わーみたいな、なんか、もっとかっこよかったかな。なうまく真似できないんですけど、なんか、わー,ーみたいな反応をしていて、で、そのダンスをうまくなるにはっていうところで、とにかくいいなと思った人の真似をする、してみるといいと思いますっていうアドバイスをしてて、で、この話を聞いたときに、わあ、そうだと、 表現は違うけど、言っていること一緒だなと思って、いやあ、この b ー s t の双子、そうたとまなと同じように小学生から大好きですって言われて照れている様子もそうですし、ダンス上手くなるにはどうしたらいいですかって聞かれて、ま、真似をしたり、 憧れの人を見つけるといいよっていうアドバイスっていうのがもう一緒で、わあすごく素敵だなっていうふうに思いました。別の場所で同じ質問を受けて同じように回答しているこの二人素敵だなって思いました。あと、マナー投資の方では言う、の中では有名なんですかね。あの、マナーとか水を飲まない。 フェスとかライブの時に水を飲まないので有名だということで私これ知らなかったんですけどもう心配なので水飲んでくださいみたいなコメントも来てたんですねでそれに関しては78曲くらいなら水を飲まなくても平気なんですよねって言っていてでみんなが飲んでても胃に食べ物とか飲み物を入れると動けなくなるイメージがあってっていうような話をしていました いや私これ知らなかったので、あ、そうなんだってびっくりしたのと、七八曲は歌、水を飲まなくてもあの安定した歌が歌えるんだっていうことにもすごいびっくりしました。はい。で、六時代もマナトの出演です。えっと、すごくシャイニングワンの話、あとは曲の話をこの番組ではマナトがしてくれていて、 シャイニングワンのライブの爆発で成長しているところがあるので、改めてレコーディングをしたときに、こうラップをそのテンションとかバイブスで歌ってしまうと、元の原曲のキーに合わせるとなると、結構苦戦したりもしたんですよねっていうお話もしてくれていました。で、5時代、6時代、17時代、18時代は、ジュノンが二本ラジオに出演してくれました。 でこちらで印象的だったのはやっぱり曲の話になるとすごく楽しそうに話をしていてでライブの話とかも生き生きジュノンがしてくれていたのがすごく印象的で,でおすすめの曲を毎回聞かれるとアルバムの曲全部おすすめなんであの毎回そのおすすめの曲って紹介してるの変えてるんですよっていう話をしてたのが印象的で。あの おすすめを毎回変えて紹介するくらい今回のアルバム全部好きな曲ですって言ってくれていたのが印象的でした。で、ジョナス・ブルーとの共演の話も、まあ、本当にあのライブがすごく楽しくて歌った後も袖でもうみんなでノリノリでジョナス・ブルーの話を聞いてすごい、あジョナス・ブルーの曲を聴いてすごい楽しかったですって言っていてその もう声から楽しかったんだろうなっていうのが伝わってきたのがすごく印象的でした。そして最後に19時代、20時代に竜兵が日本ラジオに出演してくれています。こちらの8時代の出演に関しては今日公開があったプレミアム公開されたシャイニングワンのダンスプラクティス動画放送後に出演をしていたので 竜平くんも見れましたってパーソナリティの方に聞かれていてはい、さっき見れましたって言ってくれていてでより進化したものを届けたかったのでこの1周年のタイミングでこの動画を皆さんに届けることがよできてすごく良かったなって思ってますねっていうお話をしてくれていたのがすごく印象的でしたなんか時間をこう一緒に共有できてるみたいで。 こういうこう、やっぱり生のラジオとかいいですよね。で、あと印象的だったのは、お母さんが石ころだった頃の自分を忘れないでほしいっていう言葉をデビュー前に、オーディションの前かなにお話をしてくれてたのを今でも大切にしている、その言葉を今でも大切にしているっていうふうに話していて、まあ、オーディション挑戦前、ダンスも歌も伸び悩んでいて、 で、もしオーディション受かっても、その石ころだった頃の自分を忘れないでねってお母さんが言ってくれたらしいんですね。で、その言葉を今でも大切にしてるっていうふに言ってたんですけど、龍平のこのすごい素敵な言葉選びってお母さんから来てるのかなってこの話を聞いて思っちゃいました。いや、私、こんな素敵な言葉、言葉、子供にかけられるかなって思いながら、 なんか改めてて感動しししまいました、はいた一日を通して本当に楽しかったんですけども地元のラジオ出演というものだったのでもう本当にそれぞれのラジオで「地元のラジオに出演してくれて嬉しいです」っていうベスティーのコメントがたくさん届いていて一日中日本各地にこの BE:FIRST のいろんな曲が流れていて。 本当になんか感慨深くて嬉しい一日でした。はい、こちらのラジコですと、プレミアムに入っている方ですと自分の地域でない方でもまだ全て聞くことができますし、プレミアムに入っていない方でも自分の地域のラジオですとまだ聞くことができますので、ぜひ聞いてみてください。え今日はちょっと長くなってしまいましたけれども、すごくすごく いいラジオの怒涛の出演だったのでまとめさせていただきました。以上、追っかけ情報局員のポンでした。